皆さん、こんにちは。非常識な教室集客コンサルタント、高橋貴子です。本日のテーマは、生徒さんが集まる教室集客に生かす、先生が苦手な数字データ分析のコツ。ちょっと長いかな、タイトル。はい。というお話を今日はしていきたいと思います。そうですね。私の出身がですね、営業なんですよね。営業、いろんな営業があります。営業には、それが法人営業、いわゆる会社対会社としての営業で動く場合、自分は法人なんだけれども、個人に向かって動く場合、まあ、B2B とか B2C、カスタマーっていうね、言い方をする B2C とかっていう個人に動く場合。あと自分も個人な感じなんだけど個人で動く場合とか、いろいろケースがあるんですよね。個人だけど法人に動く場合とかね、いろいろあります。で、どのスタイルだったとしても、まあ、営業っていう職種に関して言えば、特に会社の中での役割として与えられている部門としてのミッションが、まあ、数字を、売り上げを上げるないしは稼ぐことっていうのが、まあ、営業部門のお仕事になりますね。事務方の方は例えばその会社の中のまあ書類の部分でやっていくとか、営業事務というと営業の人がやってきたこの内部処理のところを中心にやる方とか、まあ、いろいろいらっしゃるわけなんですけどね。で、会社の規模が小さくなればなるほど営業が全部自分でやることになりますね。規模が大きければ、仕事を取ってくる、ここまでが営業で中の、事務は事務の人みたいな区分けとかされているんですけど、私はどちらも経験しているんですけれども、まあ、営業職をやるということはですね、まあ、皆さん嫌がる方多いんですけど、私は別にそんなに嫌ではなかったんですが、必ず数字というものを、把握して動かなくちゃいけないという、そういう職種ではあります。具体的に言うと、まあ、当然ですけど今月いくら契約を取ってきたのっていう、そういう話とですね、経費いくら使ったのっていう、そこを使って伸ばしてんのか使ったけど伸ばせなかったのかとか、まあ、そういう話とかが絡んでくるのが営業職になります。なので必ず、まあ、何かをするっていう時にはそれが投資した分がどれぐらい何倍になって返ってくるような動きだからそれをやるのかとかですね、今は、すぐに回収できないけど1年後ぐらいにはこれぐらいになって回収できるよ、だから今投資しなきゃいけないとか、まあ、そういう投資に対しての計算も当然しますし、あとはその月単位ないしは3ヶ月単位とかで計画をした通りにいかなかった時にどうやって取り戻しをしてその数字に近い状態を近づけていくかっていうことは、必ず数字と分析っていうのが営業職をやる場合においては必須になってくるんですね。要はその数字のプレッシャーが嫌だから辞めるっていう方も当然多いわけで、そこはやっぱり向き不向きはあるんだろうなっていうのは理解はできるんですね。それで、今日お話しするお話っていうのは、私が、まあ、そういった営業バタ系だったからっていうせいも特にあるかと思うんですけれども、まあ、教師の先生とかですね、まあ、女性全般って言ったらいいんでしょうか、営業職やってた方はね全然大丈夫なんですけれども、数字と分析っていうものを置いておいた状態で、要はあまり見ないでですね、勘と勢いで開業し、そしてそのまま突き進む方が非常に多い、まあ、だから私みたいな職業の人が必要になるんだと思うんですけれどもね、わーっと勢いで、はい、教室作りました、なんだか分かんないけど、集めてみました、近所の人とか知り合い多いけどとかっていうところからスタートすると、当然どこかでそれが枯渇して、で結果的に集約できなくなっちゃって廃業っていう、まあ、1年以内ぐらいが多いですかね。まあ、廃業にならなくても、そのやろうと思ったそれができなかったから違うものに変えながら2年目とか3年目とかっていう方とかいらっしゃいますけれどもね。ですので、その時に闇雲に動くのではなく、ある程度こう目星をつけようねっていうことの、数字の分析の仕方ですね、
経営に生かす数字の分析の仕方で、これは大企業とかのためのものとは違います。教室の部分で生かしてほしい数字の話なんで、数字って聞いた瞬間にみんなっていう人とか結構多いんですけど、まあそれくらいはちょっと知ってほしいなっていうレベルのところまで落とし込んで話をしますので、苦手と思う方ほど聞いてほしい、読んでほしいっていうのが今回の話題になります。はい、ということで、では本題に入りたいと思います。まずですね、数字の部分で一番最初に、そうですね、教室会議をこれからしようないしは授業を立てようっていう時に、データないしは数字分析っていうお話を見ようとする時、何を見るのかっていうところなんですけど、まず自分がこれからやろうとする、業界領域の市場規模ですね。はい、市場規模です。市場規模をどういうふうに探すのっていう話なんですけど、例えば私とかでしたらね、パン教室になりますので、例えばパン教室とか探すと Google とかですよしたら検索の何万件とかっていう検索のね、それがヒットするのが出てきますけど、これがどれぐらいあるのかっていう、いきなりでもパン教室だけでは私は当然見ないわけで、パン教室横浜ぐらいまでは絞ります。そうすると確かね、80万件ぐらいだったかな、天然酵母って入れるとそれぐらいだったかな、ちょっと今うろ覚えなんですけどね、だいたい 2,30 万件ぐらいの市場規模は欲しいよねっていうところです。で、そもそもこれがですね、めちゃくちゃニッチすぎる、要は市場規模が狭すぎるところを最初から狙いに行ってしまうとですね、そもそもそれを欲しがる、サービスを欲しがる人がいないので、そこから一生懸命いくら発信しようが、集客のための告知をしようが集まらないんですよね。だからまず第一にですね、市場規模とかはそもそも自分が目指す業界はあるのかっていう、それがまず第一番目に調べなきゃいけないところですね。で、大体20万件ぐらいは欲しいですね。これ私が本を書くときとかに、そういうどの領域の本を書くかっていうのを調べるときにも、やはり検索されているキーワードベースがやっぱ20万件から30万件あるぐらいの市場規模のものの、さらに特化した内容っていうのを、後で規模はあるけれども自分の領域はさらにちょっともうちょっと絞ったとこ、2万件3万件ぐらいの人がヒットするレベルとかに落とし込んでもいいんですけど、本とかだとやっぱり20万件30万件ぐらいの人は何か探してる、キーワードに属するような業界内容を書いていくといいって言われてるんで、これは教室授業とか新規授業も同じです。で、今度逆に数字が多すぎた時ですね、100万件とか300万件とか500万件規模ありますね、英会話とかそういうような領域とか、そうすると今度は自分はそのものすごい膨大な大きい量の中のどこの領域で見せていくか、このエリアの人々を狙っていくかって絞らないと今度ダメになってくるんですよね。英会話教室レベルだとものすごい量が出てくるので、私は英会話の教室とかはやってないんですけれども、社会人のための英会話教室なのか、子どものための英会話教室なのか、で社会人の中でもじゃあ誰を狙うのっていうと、サラリーマンの中でも女性 OL とかを狙っていくのか、あとは本当にビジネスマンで海外出張2週間後に控えているサラリーマンが2週間でとりあえず日常会話をどうにかするとかいうような内容にするとかですね、より具体的なお悩み内容に即したサービス提供の見せ方になっていくので、これもやっぱり数字を見ないとですね、どこの領域でやっていくかなっていうのも決められない場合もありますね。ですから自分がやりたいことをやるために独立したのよっていうのは理解はできるんですけれども、そもそもそれを欲しがる、サービスを欲しがる人たち、この人たちがいるかいないかぐらいは知った状態でそこに飛び込んだ方がいいという話なんです。でこれもデータ分析のところになるんですね要はたまにいらっしゃるんですけど、私も知らないレベルのものすごくこうニッチすぎる、特殊すぎる、でももしかしたら
後の世にはブレイクするかもしれないっていう商品を扱う方がたまにいらっしゃるんですけれども、その方はそれを扱うとご本人が決めた段階でですね、告知レベルの問題ではなく、認知レベルを自分で広げなきゃいけないっていうことを覚悟してそれをやるのかっていうのを、理解しなくてはいけないんですね。ものすごくいい商品で世の中にないものは売れる可能性が高いです。がしかし、その売るためにはですね、認知が先なんですよね。要はそういう商品が世の中にあるっていうことを知らせた上で、しかも自分のそれはすごくいいものですよっていうことをしなきゃいけない。知らせるっていうもの、PR に関してですね、まあ大企業だとすごい何百万とか何千万とか投下して CM 作ったりして全国規模で流していけるんですけれども、個人事業レベルだと、まあネットで発信していくとか、そういう形でしかできないので、お金を使う場合もちろんいいんですけど、企業投資とかあんまりお金ないですからね。そうすると、こう地味に自力でできることでやるので、まあ割と早いのは YouTube とかの大量投稿だったりするのは早いんですけれどもね。ブログとかはそこまで速度が出せないので、後々聞いてくる拡散の仕方ではあるんですけれども、当初は辛いっていうのはブログなんですね。そうすると、じゃあ仮に YouTube とかでも大量投稿で、じゃあそれを知ってもらうのにどれぐらいの量必要なのか。最低1000本頑張って1万本とかいうね、そういう世界になってくるので。いや、それを知ってそれをやるつもりなのかっていう話なんです。だから知らないでそれをやって、こんなにいい商品なのになんで買ってもらえないんだろうとか、なんでお客さん来ないんだろうとかっていうようなケースの場合には、そもそも知られてないから買われないんだっていうとこに自分が手を出してしまっているんだっていうことを気づかなくてはいけない場合、あとはもう入れ食いの、たくさんありすぎる中の業界領域に飛び込もうって決めたら、その中でさらに目立たないと、さらにだから認知されないと申し込みは入らないので、じゃあどうやって認知されるのかっていう、やっぱ活動が必要になりますね。教室業界の領域で言うと、やっぱりパン、お菓子、お料理はまあ多いですよね。その中で、じゃあなぜお客様が自分を選ぶのかっていう理由を自分がちゃんと先に作ってあげて、調べた上で作ってあげて、そしてお客さんを寄せるっていうことをしないと、いくら発信してもですね、集まらないですね。そもそも集まらない領域を自分が選んでるんだっていうことを自覚した上で活動する必要があるので、このあたりはやっぱりデータ分析っていうものの出だしのところですね、それが必要になります。で、2つ目のデータ分析は、今度本当に人が来てるのかっていう、ウェブサイトを作りましたとかいう形になった時、人が来てるのかどうかっていうのをチェックしてない方も結構多いですよね。はい、アメブロとかでもちろんメインで集客されてる方とかも非常に多いんですけど、アメブロのデータ解析、アクセス解析とかあるんで、まあライトなとこ、簡単なとこだったら、まずはそれぐらいはちょっと見てほしいかなっていうふうに思うんですよ。で、例えばですね、アメブロとかでも、まあ、何人まず来てるかって、まあ、アクセスっていうふうに言いますけれどもね、何人自分のウェブサイト見に来たのかとか、あと何時ぐらいに、見に来てるのかとか、あとはパソコンとモバイルの割合とかも出てきてるかな、確か。それもちょっと最近私アメブロちゃんと解析してなかったんで、あれなんですけど、それが載っていたりとか、あとどのブログが人気で1日の中で読まれてるかとかっていう傾向が見れるので、簡単な解析はできますね。はい、そうすると、そこからじゃあ、問題はですね、それを見て何を読み取るかっていう、こっちがどちらかっていうと問題でですね、例えばアクセス、じゃあこれどれぐらいあったらいいんですかっていう話なんですけれども、もちろん少ないより多いがいいですよね。どれぐらいなら集客しやすいのかっていう基準値なんですけど、まあ最低1日100ぐらいは欲しいですよね。100、200とかあると嬉しいなっていう感じですね。200あると1ヶ月6000とかですからね。1ヶ月だいたい最低3000、5000ぐらいあると集客しやすくなるなっていう印象なので、1日にやっぱり100ぐらいアクセス欲しいなっていう感じです。え？っていうね、思った人いるかもしれませんよ。1日に10レベルだと1ヶ月で300とかですよね。
やっぱり足りないですよね。ですから、そもそもの絶対量が足りてるか足りてないかによって自分の動きが変わるじゃないですか。だから自分は毎日10人とか来てくれてるのに、なんで予約が入らないんだろうって、もしも分析したとしたら、いや入らないですよね、確率の問題的に難しいです。しかもこれが、激戦業界だったらなおのことですね。そもそもアクセスが来てなければ、まず見られていないし、で見られた結果どう動くかっていうところも、人気の記事が何なのかによってお客様の興味のね、方向性とかが見えたりするので、自分はパーの講師なのに、人気の記事はなんか自分が書いたプライベートの、趣味の話とかが人気の記事だったりすると、そちらの方の趣味の方で人がつくっていうのは別に悪くはないんですけれども、本業で人気者になってるわけではないので、だから集客結びつかないよねっていうのもあったりしますよね。だから数字っていうのは嫌なものとかじゃなくてですね、指標を、分析することによって活動の内容を変えていくから集客確率が高くなっていくっていう、そういう話です。で、あと何時に人が来てるのかとかを見ると、自分の属性の発信のものはどうやら、朝見られるらしいとか、昼に見られるらしい、夜に見られるらしいとか、傾向が見えてくるので、そうすると見られる人がやっぱり多い時間帯にブログとか発信したら本当はいいとかね、そういう話とかです。だから今私もブログは書きますけれども、ブログ集客っていう、技とか当然あったわけなんですね。もう私が起業当初したから10年ぐらい前の話なんですけど、その当時はブログとホームページでしか集客していなかったので、ブログを、当時のそういうブログ集客コンサルタントはよく言っていたのが、1日5回更新とか。で、その5回も見られる時間に更新するみたいな。1日5回ね、更新すると10日で50記事じゃないですか。で、30日で150記事になりますから、1年で約2000記事書いていけるペースになりますけど、量である程度やっぱり拡散していくっていう。で、今はそれをやっても埋もれていくんですよね。だからブログを書く人が増えたからなんですけどね、商業用の集客ブログって言われるもの。ですから量は量なんですけれども、どちらかというと時代がコンテンツって言われる中身がいいことが評価される時代になっていくので、1記事じっくりゆっくり書く方がいいっていうと、更新頻度は、そこまで高くなくても大丈夫になってくるという感じですね。で、当時はブログも例えば1000文字ぐらいでも、それなりに検索エンジンも認めてくれてたんだけれども、今は2000文字とか3000文字ないとあんまりいい記事として見なされないとか、これもデータですよね。だからデータを知って活用してるかしてないかっていうのは、日々レベルじゃなくてもいいですけど、先生なんで1週間一遍レベルでも構わないんですけど、動向を確認して修正、行動の修正をかけているのかということが、大きなポイントになります。で、もうちょっと慣れてくると、Google アナリティクスっていうものをちゃんと自分の持っているウェブサイトがあれば、そことの連携でデータを見ていくっていうことができると、もっと細かい解析ができます。何歳ぐらいとか、男女がとか、どこの地域の人が見ててとか、どんな記事に、人気があって、それをきっかけとして見に来ているのはどんなキーワードで見に来ているのか。これ結構大事ですね。検索クエリっていうのがあるんですけど、どういうキーワードで見に来てるのかとか、あとはそのサイトに入った後、サイトの中をどう回遊しているかっていう回遊順序とかですね、トップページから入って、プロフィールを見て、コースレッスンを見て、そして離脱するとかね。離脱なのか、最後そこで申し込みで終わるから最後そこで足が止まるのかっていうのは分かんないですけど、そういうデータとかが見れたりとか、最終的にコンバージョンって言って、その申し込みページにどう飛んだか、何割飛んだかとか、そういうものとかも見れたりするので、流入経路とか順序が見れるとね、面白いですよね。昔、そうですね、例えば8年ぐらい前の傾向では、レッスンコースを見る方と、あとはプロフィールお客様の声ですね、ここが同等だったんですけれども、例えば、レッスンコース
を見るよりも早くお客様の声とかプロフィールを見る人のその足取りとか順序が変わってきてるとかいうのがここ数年の傾向だったりすると、この先生ってどんな先生で、どういう生徒さんがついてて、その人はどんな成果を手に入れたんだろうみたいなことを先に見たがる人も出てきたんだなっていう、そういう経路をたどる傾向が昔はなかったので。でやっぱりモバイルとPC とかだと、私は割と年齢上の方をもともとターゲットにしているので、世の中の流れほどは早くモバイルに見る人が増えたっていうほどは移行はしなかったんですけれども、例えば感度の高い20代とかぐらいの女性を中心にした、まあコスメとか雑貨を売ってるような通販のところなんかも9割、10割、10割いかない、9割近くはもうスマホサイトから買われてるとかっていうデータもあります。私が今見てる感じだと、パソコンが60%ぐらいかな、スマホが40とか、50、50に多分もうすぐなるようなイメージですね。で、これもっと減ってくると思います、PC の方がね。そうすると、パソコンで見える見え方とスマホで見える見え方っていうのを考慮して、スマホの人の方が多いよねっていうことになった時には、スマホで見える見え方が、制約しやすいように、分かりやすいように、まあ、それを写真対応するのか、文章の書き方を直していくのかは別としてですね、それのデータから動きを決めるっていう、そういう感じになっていくので、データの分析解析っていうのは、そういう実務の部分の日々の活動方針を変えていく部分でも必要になってくるのが、まあ、その2のとこですね。で、その3は数字に関わるところです。実際に毎月、どれぐらい生徒さんが入っていくら売り上げがあって、でその中の経費ですね、まあ、皆さん原価ぐらいは計算、原価っていうのは要はお料理とかだったら魚買った肉買ったとか、そういう本当にかかった生徒さんに出すね部分の材料費っていうものは、まあ、最低出してほしい。これ出してない方もいらっしゃいますからね。どんぶり勘定でやっぱりやられてる方もいらっしゃいますけど、でそれプラス、まあ、本来だったら例えば自分が勉強に費やしたお金ですね、料理をさらにブラッシュアップするために習いに行く教室の費用とか本を買ったとか、そういうものも本来は経費になりますし、あとはすごい小さな話ですけど消耗品レベル、私パンやってた時ですね、あれが減りましたね。なんだっけ、キッチンペーパーですね。あれで、まあ、一回一回使い切りで捨てていけるから、まあ、清潔っていうのもあるんですけど、それで拭きながらやっていくと、キッチンペーパーとか、あとサランラップですね、発酵の時に使ったりとか、それもね結構減っていきましたね。普段の自分の量では考えられない、まあ、当たり前ですけどね。あとは、減っていく内容としては、そうですね、紙、コピーですね。すいません、窓開けっぱなしだったから うるさい音が ですね、紙コピー用紙ですね、レシピとかを印刷するのでコピー用紙で、コピー用紙と、あとはそれに連動して当然インク、印刷するのでインク、これ結構ねバカにならない。私一番回してた時に、教室をだいたい月に28とか26とか稼働させてるとですね、レシピとか印刷するのものすごい量印刷しますね。そうすると、まあ、大体普通にワンパックのセットが全部なくなっていくっていうのは割と普通でしたから、1万円とか使ってましたよね、毎月ね。まあ、紙代もだから合わせて大体そこだけでも1万円とか。だからそういうのも本来は全部入れていく形になると、結構ね、あ、収益残んないんだなっていうのが本来は分かっていただけるはずですね。で、こういうのも把握しながら、じゃあ実際にいくら売上が上がったのか、収益いくら残ったのかって、それが自分が年間で、だから年間でそもそも目標を立ててないといけないんですけど、これやってない方も多いですね。毎月これぐらいこういうふうに稼いでいこうっていう年間の目標があって、月の目標が、あら足りてない、あ今月足りなかった、来月それを戻せるかどうかを考える。でそれが戻せない場合に再来月までにどうにかなるのかっていうことで、戻すとか戻さないとかっていうのをきちんと自分で把握してやっているかっていう、ここが結構大事で、これやはりやれてないとですね、目標もそもそも立ててない、毎月のチェックもしてないっていうと、
近づけようがないんですよね。だからせめて目標は立ててほしい。で、1年だともう取り返しがつかないから、足りなかったら3ヶ月以内でどうにかなるように、ああ、じゃあイベントレッスン増やそうかとか、高単価のレッスンもうちょっと作ろうかなとか、その数字を見た状態で、改善案、翌月にどうにかできないかなとか、それを考えていくきっかけにするのが数字なので、これやっぱり把握して扱っていかないとできない領域ですね。はい、なので、今とりあえず開業前の、データ分析と、あと実際に運営している時のアクセス解析とか、そちらの方のデータ分析と、あと最後数字ですね、毎月締めたところの、その結果に対してのアクションを決めていくための数字の解析、主に教室の先生だったら、この3つとかはやってほしいなっていうところなので、今日はそんなところを中心にお話をさせていただきましたので、苦手だって思っている方、今言った3つ全部いきなりやれとは言いませんけれども、これならできそうっていうところからまずは扱ってみていただけるといいかなと思いますので、頑張ってみてください。それでは。